マノッチです。よろしくお願いします。ときめもやっていきましょう。今日はね、結構真面目な野球界じゃないか。レベルアップをしていくから、選手の。今日明日取りだめでございます。早速レベルアップしていこう。選手能力アップ。まずね、キャッチャーよ。キャッチャーを上げたかったのよ。これだな、堀野くん。彼を正捕手にする。まず捕手リードね、4欲しい。うん、肩6。ちょっと待て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 よ。まず適正だな。こっち大事な。うん、まあ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 いいんじゃないか。6、なんとか B 持っていけんか。これ肩上げればいかんか。スピリッツ使いたくねえな。ちょっとスピリッツは使いたくないな。今は使いたくない。はい、で打てるようにする。低弾道ね。じゃあもうパワー鼻から捨てるわ。打てるようにしましょう。 D、 うん、とりあえずこっちはいいでいいかな。バント欲しいな。うん、チャンスも欲しいな。ね、右ミート上げよっか。はい、右 B 乗んないの。乗って、よし、オッケー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 。だいぶスピリッツ使ったけどいい。うん、オッケー。正捕手出来上がり。で、そうだな、この二藤くんがね、結構使えるんだよね。パワー上げようか。パワーの値いっぱい待ってるから。はい、走力もあるんだよな。はい、いや、これさ、散らさない方がいいらしいんだよね。散らしたらなんか能力によって年俸変わるらしいから、誰か一人をがっつりパワーアップ。ちょっと待って、スピリッツの問題もあるのよ。投手やっとこうや。いや、王子でしょ。マイナス3万のマイナス3万のがスピリッツ11も使うでねえか。いや、やるよ。俺は絶対に王子を素晴らしいピッチャーに育て上げるから。もう決めてんだ。考えろ考えろ。まず9位。はい、基本的にもう D にしてるから。スピリッツ使わない分はもうやってっから。いいね。はい、だいぶいいね。よし、投手のポイントはいっぱいあるぞ。誰かパワーアップできるぞ。香取君いきますか。彼なんて F だらけだから上げやすいですよ。
はい、そうだな、このチェンジアップ球威があれば使える武器なんじゃないか。よし、投球余りまくってんな。なんかやたらと球速ねえやついねえか。120キロぐらいのやついねえわ。そんな都合のいい人いなかった。はい、とっとくか。思ったよりパワーアップできんかったな。で、ベストオーダー、まあセットアップはいいな。ほんとこう改めて見るとマジ絶望的なメンツだな。いや、この3枚どうにか頑張ってほしいね。まあここはいいです。彼の打順を上げていいんじゃないかな。あと2人どうにかしたいな。誰かいない？あ、いいね、林くんいいね。サード林くん行こう。ちょっと待って、ファーストに翔さんを置いてレフトに岩立くんかな。片瀬くんいけるな。代打の切り札いけるな。条件、代打起用。うん、だいぶいいんじゃないですか。翔さんファーストで、ではこの頃はレフトの方が高いのか。うわー、守備やべえな。いや、誰が出てもやべえわ。センターやってんの。いや、いいよ、やろ、センターやろ。はい、こんな感じかな。はい、これはね、俺コピーしたいんだけど、ちょっと待てよ。こっちのコピーを選べばいいのかな。待てよ、コピー元、コピー元、コピー元で貼り付けで、別荘だにで、コピー元、はい、なんか間違ってる気するな。だってレフトになってるもん。あ、今日ベストオーダー野手一軍登録。うん、ちょっと待てよ、これをコピーして、あ、関係ないのか。あ、これでいいのか。これでいい。 OK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 。 はい、オーダー試行設定。今さらここやんだね。ベストオーダー使用するよ。うん、自動変更も自動で変更でいい。うん、開幕時だね。あ、地震だ、地震だ。ちょっと待てよ、今普通に撮影しながら今ちょっと検索するわ。地震、今これ撮ってんのが2月の17日です。
どっかで速報ないかな。日高地方で震度3だって。怖いね。よし、じゃあ行きますか。はい、よし、もう占いし占う。多分これ繰り返してると仲間になってくれるのかな。はい、今までで一番いいこと。はい、左まっすぐ右、左まっすぐ右、左まっすぐ右左。あ、覚えられないな。左まっすぐ右左まっすぐ右左。あれ、君は。はい、やっとう。お、毎日占ってくれんのかい。はい、お、勝ってるよ。パワーアップの効果あったんじゃない、ベストオーダーと。はい、負けてる。やっぱりリリーフ陣きついな。リリーフ陣きついね。K で行こう。言っても80ある。なんとか成功させてくれ。人事頑張れ。そうだね、占い師は何できるんだい。占い師大したことできないじゃない。何できんのかな。他金かかるよ。ちょっと待てよ。まず一人休ませよう。待って、どうする、やめさせる。だってこれ以上メンツ変わってこないわけでしょ。イベントも起きないんだよね。やめさせんだって俺もうアバズレって決めてんだよね。あのめっちゃ嫌いだから。OK かな。はい、お、秋まだ帰らないのか。うん、ここはね手伝うだ。はい、まあ切り替えて。やべ、全然勝てねえ。オープン戦と家で俺は勝ちたいんだよ。なんだ、あ、なんか来たんですよ今ね。あ、瀬戸崎に話を聞こう。誰だ。はい、あ、アバズレか。はい、
いいえ、全然いいね。気にしなくていいから、そんな。え、なになになに、俺の悪口言ってたらしいね悪口言ったんだ。うん、なんかいけない、なんかちょっと仕事してる感じで言ってきたけど。はい、お疲れさん。君たち姉妹はよくやっている。はい、君の仕事の仕方が悪いんじゃないのかい、瀬戸崎さん。さようなら。いいんだよ、あえて悪口言うやつなんていらねえんだよ。これできっと何かまた新しいイベントが起きるはずだ。お前ら気をつけろ、マジ悪口一つでも言ってもマジ速攻クビにしちゃっかんな。はい、いやマジにさ、ちょうどクビにできるタイミングがあったからクビにしたけど、どうなんだよ、これでなんかまた新しい女の子とか来るかな。結構そこ狙いの首っていうとこはあんだけどさ、俺の中ではね。何でもいい、とりあえずお金が欲しいのだ俺は。頑張って、だいぶレベル上がってきたね。ファンサービス、はい、うん、お金使いたくないけど使うしかないのかな。焼きそば、はい、さあどうなるかね。お、はい、これさ、姉妹はテレビいける？いけない？あの権利契約いけるのであれば、はい、ちょっと今はやらないけど、いけないんだ。やっぱりあれか、まだ人事足りてないのか。全然あきちゃんの方でやっても、あ、あきちゃんだったらネット配信があるのか。そっか、100持ってきたいな。いやめっちゃ下がるな、成功指数なんでこんな下がるんだろう。コメントで助けてほしいわマジ助けてほしいわ。うわ、竹宮先生も低いな。とりあえずゆきのちゃんに、あ、待って、ネット配信しかないのであれば、いやそれでもゆきのちゃんかな、に行ってもらって、でゆりはまちゃんもちょっときついに休もうか、でなっちゃんあきちゃんも休もうか。で休む必要は占い師か。で先生に何やらせるかだな。先生言っても能力高いから、よしこれいこう。テレビ CM 客呼ぶぞ。はい、うん、デリバリーのパスタ、あ、そういえば竹宮先生が3年目がなんかどうのってコメントあったもんね、前回ね、前々回か。何なんだろうね。頑張れファイターズ、今んとこいい感じだぞ。はい、
どうした？あ、仲がいいのね。じゃあなんかこう仲良さそうな会話をしてほしい。なんかめっちゃ上がってんね。いいね。たこ焼きにはたこ焼き作らしてみようか。なんかいいことあるんじゃないか。はい。あ、そうなの。お、うわ、むずっ。やってみたいです。任せるよ。あ、じゃあちゃんと調査してみて。させるより任せるが、任せる。お前に任せるよ。やってみてくれ。ずいぶん下がった気がするけど、よかったんじゃないですか。いや、やばいやばいやばい。今のところ順位めっちゃいい感じ。ただね、長い1年間、いや待って、やばいな、これ権利契約がやばい。マジで成功しない。満席。はい。満席増やしましょう。だって金かかんだべ。金ねえんだよ。30億貯めなきゃいけないの、最低でも。はい。ちょっと待って、考えろ考えろ。まずここの権利契約を、いや90持ってきてな。なんか90持ってったら買わんじゃねえか。待って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 、ネットまでしか今ないんだから、これでいいわ。これ行かせて、この姉妹は必ず成功させてくれる。その間にゆきのちゃんのレベルを上げる。なんだ、器量か、なんだ、人事か、人事だ。頑張れ。うんで、球場施設誰が高い。竹宮、あ、待って、竹宮選手死にそう。はい。あとたこ焼きもやばいな。よし、行こうか。ゆる山ちゃん、これは大きい仕事だぞ。球場の増設だ。頑張ってくれ。はい。じゃあ、今回そろそろやめますか。ん？いやー、めっちゃ怖い。盗み聞きしよう。あー、話しかけるのね。はい。やばいな、どうすればいいんだ、どうすればいいんだ。なんかリハビリ施設、構成施設、そこのレベルアップでどうにかなる問題な、そういう話もない気がするんだよな。かわいい。ほら、やっぱ首にしよかった。いいねいいねいいね。とりあえず秘書教育だ。いやー、この器量 F っていうのがめっちゃ低すぎる気もすんだよな。とりあえずここで終わりますか。今んとこファイターズいい感じに頑張ってるけども、どうしよう。スペース24あるから、ちょっとリリーフ誰か鍛えるか。あまりにもきついよね、リリーフ陣がね。いやー、ただ中途半端な成長になるかな。
とりあえず年間通して A クラスに入りたい。いやー、何をどうすりゃいいんだろうな。まあいろいろ考えるよね。面白いね何を選んでも、まあ、正解だと思うんだよね。足りないものだらけだから、ミスもできないしな。まあ頑張っていきますか。はい、では A 終わります。終わり、バイバイ。妄想症か。